種から多肉みそっぷです。今年もよろしくお願いします。今年はですね、多肉たちが育ってきてくれたので、いろいろな方法で販売できたらなと思っています。まずは1月末に下関で販売会を予定しております。日程や場所が決まり次第お知らせします。ただしコロナが少し不安な状況です。急な中止等も考えられるので、その際はご了承ください。あと2月にネット販売を予定しています。こちらの販売方法や販売内容も決まり次第お知らせしますので、今しばらくお待ちください。今日は月末販売分の品種紹介をしていこうと思います。まずはこちら、シャビアナライトパープル×シムランスラグナーサンチェスです。すごいですね。フリフリです。踊っているみたいです。さまざまな表情のフリルを見せてくれます。それでは少し両親を見てみましょう。シャビアナライトパープルです。フリルを作るエケベリアといえばシャビアナと言っていいほど強く華やかなフリルを作ってくれます。そのフリルには大きな特徴があり、葉のところどころに一定の細かいリズムのフリルを作ります。シムランスでいうとアッセンションに近いフリルです。落ち着いたピンク色の灰色もとても特徴的です。今はまだちょっとグリーンですね。花粉親はこちら、シムランスラグナサンチェスです。冷たく優美なフリル、上品な葉姿と透明なエッジを引き継いでくれます。美しいですね。それでは再度交配した苗を見てみましょう。シャビアナ寄りの個体とラグナ寄りの個体、その間の個体、どれもがとても魅力的です。こちらしっかりとシャビアナのフリルが出ています。ラグナの上品なエッジと強いフリルが重なり、エレガントで情熱的なダンスを見せてくれているようです。こちらはラグナ寄りですかね。緩やかな美しいカーブはそのままに、スモーキーなピンクが加わり大人っぽさを増しています。そのちょうど間の個体もいますね。どれも完成するのが楽しみです。こちらは中里リンゼアナ×ラパスです。こちらも様々な顔があります。美しく整ったフォルムに華やかな外反り、膨らみのある葉に透き通ったエッジ、さらに全体がほんのりピンクに染まる個体からかなり色濃く染まる個体まで様々です。美しいエケベリアの条件をほぼ満たす贅沢な交配種です。それでは両親を見ていきましょう。こちらが中里リンゼアナです。コナエです。危うく忘れがたみになるところでした。大切な苗なので大切に花芽を使っていたつもりでしたが、種を収穫後調子を崩したので緊急措置で葉っぱだけになりました。順調に葉差しが育ち、かえって増えてくれてラッキーかもしれません。コロラータ系の中で独特の赤みを持ち、ふっくらとふくよかなフォルムを持っています。数々の優秀な交配親になっています。花粉親のラパスです。優しい外反りと控えめな透明感、膨らみのある葉を持ち、整ったフォルムがその特徴をより美しく主張し、さらに交配親になるとそのどれも遺伝させてくれます。
それではもう一度見てみましょう。こちら、リンゼ穴の特徴がしっかりと出て赤みが強いです。美しいですね。お隣、こちらはピンク色です。かなりラパス寄りですね。リンゼ穴のふくよかさとほんのりと色づきが合わさってますね。上品カラー、色鮮やかなものもおしとやかなものもどれも素敵です。綺麗に育ってくれてありがとう。続いてはこちら、ハルビンゲリサンチェスメオラダエ×プリドニスグリーンフォーム。揺れる葉と特徴的な赤、グリーン、オレンジの強いコントラストを持つ情熱的でユニークなエケベリアです。交配親にしたハルビンゲリサンチェスメオラダエはとてもヒヤリなラパスに近い顔のものですが、葉がやや肉厚で外反りも控えめ、葉が短く灰色の濃淡は少し大きいです。ラパスが洗練されたクラシカルでエレガントなイメージがあるなら、私の持っていたハルビンゲリサンチェスメオラダエはコロコロ上品なおまんじゅうです。花粉親はこちら、プリドニスグリーンフォームです。交配親にしたプリドニスグリーンフォームは灰色の緑が強く、葉が反り返るほど強く踊り、葉が乱れるタイプです。交配するとその強い葉の踊りと強いエッジ、株全体に華やかな濃淡を作ります。それでは交配したものをもう一度見てみましょう。ご覧ください。よく見ると灰色の濃淡が大きく華やかな個体があります。控えめで上品な個体もありますね。どの個体も群生しやすく見応えのある株に成長してくれそうです。丈夫で育てやすいのも魅力の一つです。今回最後にご紹介するのはロメオエレクトラ×サラヒメボタンです。どれも同じ交配式とは思えません。最上級にいい意味で毒々しく美しい。ロメオエレクトラはロメオとロメオルビンの間ぐらい、華やかな赤さを持つアガボイデスです。花粉親はこちら、サラヒメボタン。サラヒメボタンを交配すると葉数、爪、独特の染まりのいずれか、もしくはすべてを遺伝します。それでは交配したものをもう一度見てみましょう。サラヒメボタンの独特の染まりを見せてくれているもの、外葉から染まっていますね。こちらもですね、綺麗に染まっています。ロメオエレクトラが加わることにより全体を染め上げるもの、中心付近まで染まっています。そして爪のみを大きく際立たせるもの、爪がとても主張しています。とってもバラエティ豊かで本当に楽しませてくれます。ということで販売苗の紹介をさせていただきました。交配して育てた苗たち、販売苗を紹介するのは嬉しいような寂しいような、やっぱり嬉しいような気持ちでいっぱいです。完成株ではないため、より細かな特徴まではなかなかお伝えすることが難しいですが、販売苗の紹介、
何回かにわたってお届けします。皆さんが購入する時の参考になるよう説明できればと思いますので、ご覧いただけたら嬉しいです。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。